くり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。実はね私、最近また問題児扱いされて、先生に怒られたの。学校の校庭にラインカーで絵を描いたのだけれど。実は屋上から見ると、宇宙人へのメッセージになっているのよ。まあ、そんなの怒られて当然だな。個性を出しすぎだ。でも問題児扱いして、個性を潰すなんてどうかしていると思うのよ。その意見はわからないでもないが、なんか新選組の問題児たちを思い出させるな。彼らも個性はあったけど、問題行動ばかりで、最後はろくなことになっていないんだぜ。新選組って規則がすごく厳しいイメージだったけど、そんな問題児がいたのね。今後の行動の参考にしてみるから、詳しく教えてよ。というわけで今回は、新選組の問題児たちについて解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず新選組の問題児で有名なのは、初代筆頭局長、芹沢鴨だぜ。確かに近藤勇が手に負えなかったって聞いたことがあるわ。実際、どんなことがあったのかしら。新選組ができる前、浪士組時代のかがり火事件が挙げられるな。1863年文久3年に将軍、徳川家茂の上洛に合わせて、浪士組が結成された。尊王攘夷論者の清川八郎が発案した組織で、将軍の京都での警護が目的だったぜ。この組織には身分やそれまでの経歴は不問、腕っぷしに自信があれば参加できたんだ。その浪士組に新選組となるメンバーがいたのよね。そうだな。近藤勇や土方歳三、沖田総司など、後の新選組の主要となるメンバーが志願していて、芹沢も初期メンバーとして参加していた。芹沢は神道無念流の免許改伝で剣術の腕は確かで、1番隊から7番隊の合計7組で編成される浪士組の中でも、3番隊の5長を任されるほどだった。強さはともかくとして、芹沢の性格はどうだったの？短気で、わがまま、乱暴な性格な上に、酒好きで怒ると手がつけられないタイプだったらしい。上洛の旅路では、総勢約230人が中山道を通っていた。その旅の3日目の本庄塾の時に事件が起こったんだ。池田徳太郎と近藤勇が先回りしてみんなの宿の手配を行う宿割役だったんだが、なんと芹沢の分の手配を忘れてしまっていたんだぜ。ジャイアンの分だけ、用意を忘れていたって感じね。まあそんな感じの大失態だろうな。本庄塾に到着した時、芹沢隊の宿がないことが判明して、当然芹沢は怒った。池田と近藤は土下座までして謝ったけど、芹沢は納得しなかったらしいぜ。気持ちはわからないでもないけど、どうしたら気が収まるのかしらね。そこで芹沢は宿がないなら外で寝るってことで、部下の新見錦にかがり火を焚くよう命じたんだ。暖を取るためってことらしいが、手当たり次第に焚き火を集めさせて、本庄塾の近くで火を焚いたんだぜ。まるでキャンプファイヤーみたいだけど、それってただの当てつけよね。まあそうだろうな。当然、火の粉が飛んで宿場に雨のように降ってきて、とても危険な状況だ。だから宿場の人たちは飛び散った火の粉を消す始末になった。役人が火を消すように言ったら、芹沢がさらに怒り、持っていた鉄線で役人を殴ったって話だぜ。本当に手に負えないわね。結局、どうなったのかしら。幕府から取締役として派遣されていた山岡鉄舟の仲裁で、芹沢はやっと火を消したんだ。そして、ようやく手配ができて宿に入れたって話だ。このかがり火事件が後の新選組で、芹沢派と近藤派に分裂するきっかけになった可能性があるんだぜ。まあ、当人たちにはそのぐらい大きな出来事だったでしょうね。そうだな、長倉新八が書いた新選組顛末記にこの事件が書かれているんだが、地元の記録には残っていないから、一応真偽が怪しいところもあるんだよな。でも問題児の芹沢ならやりそうなことだわ。そうだな。でも意外にも文武両道に秀でていたらしいぜ。ただ先に言うと、凶暴になってしまうっていうのが最大の欠点だ。この点に関して長倉新八は、朝から酒の香りがして、酔っていないことはまずなかった。と言っているから、酔いつぶれることが常態だったんだぜ。酔っ払いの上司の相手をするほど、大変な話はないわ。そんなわけで、芹沢鴨は日常的に荒々しい行動をとっていた。遊郭の営業を妨害したり、自分の思い通りにいかない芸妓と仲居の髪を切ったりなど、傍若無人な行動をしていたんだぜ。しまいには、松下大和屋を焼き討ちにする事件を引き起こしたんだ。もうそれはかなり危険な人物ね。そもそも新選組は京都の治安維持が任務だったから、預かり元の会津藩は逆に治安を乱す芹沢の行為を見かねていた。
そして会津藩は芹沢を危険人物とみなし、近藤勇に暗殺の指令を出したって話だ。乱世だからそうなるわね。でも相当強い芹沢をどのように倒したのかしら。ある日、新選組屯所から近い遊郭の隅屋で、新選組は大宴会を催した。宴会で酔いつぶれた芹沢は午後10時頃に屯所に戻った。その深夜、土方歳三が芹沢の部屋に忍び込んで就寝を確認。そして4から5人の刺客が芹沢を襲ったんだぜ。かなり計画的な犯行ね。芹沢はどう対応したのかしら。油断していたが、脇差しで暗殺部隊に応戦したんだ。あの起きた掃除にも傷を負わせたが、寄っていてた人数に対して防戦一方となり、打ち取られてしまうんだぜ。さすがに芹沢もこの状況では太刀打ちできなかったのね。実はこの宴会は、芹沢を撃つために近藤と土方が考案した策だったんだ。この二人でさえ酔わせてから寝込みを撃つという作戦を立てなければいけないほど。芹沢の剣の腕前がすごかったとも言えるな。腕が立ってもやっぱり問題行動が過ぎると、罰を受けることになるのね。さて局長の芹沢以外にも問題児となった大使がいた。洋学者、佐久間昌山の息子の三浦慶之助だぜ。佐久間昌山は有名な学者だと聞いたことがあるわ。そうだな。だから慶之助の元々の名前は佐久間角次郎だ。そんな慶之助は、17歳の時、父、昌山と共に信州松代藩から上洛。ちなみに信州は今の長野県あたりだな。ところが上洛した同じ年に昌山は、人斬り、川上玄斎に白昼堂々襲撃され、殺されてしまうんだぜ。それは大変な経験だったわね。川上玄斎といえば、ルロケンの主人公のモデルにもなった有名な人斬りだわ。その通りだ。しかも、暗殺の動機は昌山が西洋の蔵の馬で京都をかっ歩して西洋かぶれだったって理由だ。衝撃的な動機よね。そして昌山は後取りを決めていなかったから、佐久間家は断絶。そんな踏んだり蹴ったりの角次郎を奮い立たせようと、昌山の弟子山本角間が仇討ちを進めた。ところが相手は無類の強さの人斬り玄斎だ。下手に戦いを挑めばただじゃ済まない。だから新選組に入ることにしたのかしら。そうだな。池田屋事件でその強さが有名になった新選組に入れば、助けてくれると期待していたみたいだぜ。でも新選組の中で昌山の息子であることは知られたくなかったんだ。それはどうしてかしら。昌山は開国派だったんだが、新選組には攘夷派が多かったからだぜ。思想が違うとやりにくかったんだろうな。だから名字を義母の名字の三浦にし、名前も父の本名から取った慶之助としたんだ。じゃあ仇討ちのことは誰にも言わなかったのかしら。いや、仇討ちの事情は局長の近藤勇に話していたみたいだ。近藤は慶之助の気持ちに感動し、側近にしたり特別扱いしたらしいぜ。でもそんな慶之助の新選組入隊を危惧していたのが、実は勝海舟なんだ。なんでそんな有名人が出てくるのかしら。昌山の妻が勝海舟の妹で、慶之助は昌山の愛人の子だから、勝海舟は義叔父にあたるんだ。だから勝海舟は昌山の思想と全く違う新選組に入る慶之助を心配していた。さらに事情を知る土方らも慶之助がうまくやっていけるか疑問を持っていたんだ。父が偉大な人であるがゆえに、周囲からは心配されていたのね。ああ。そして実際に、父譲りの傲慢な性格が次第に表に出てきて、周囲とのトラブルも絶えなくなってきた。父親の昌山って、そんなに偉そうな人だったの？ああ、自分のことを国家の財産と自称するほどの学者だったからな。昌山は勝海舟や坂本龍馬など多くの才能を育てたが、敵も多かったんだぜ。そんな慶之助は博打やナンパ、浪人にわざとぶつかり謝らせるなどの問題行動が目立つようになってきた。ただ局長の近藤が彼を気に入ってたから、他の大使たちは手を出しにくかったんだ。慶之助の行動には皆困っていたのね。そうだな。そしてついに土方が慶之助に松代への帰還を勧めたんだが、慶之助はこれを拒否。土方もこの問題児の処理に頭を悩ませていたんだ。なんか慶之助って会社の窓際族のおじさんみたいね。そんな土方に朗報が来た。なんと慶之助が悪友の足屋登ると共に脱走したんだぜ。土方歳三に説得されて帰ることを拒否したのに？その通りで、きっと問題行動が多くて居場所がなくなったんだろうな。新選組の規則だと脱走者は切腹ってことだが、実際は追跡は真剣に行われなかったみたいだ。いなくなってくれればそれで良いって感じね。結果的に、慶之助たちは新州松代まで逃げ延びることができたぜ。
ところがそこでも改心することはなく、乱暴狼藉が続いてとうとう松代藩に捕まった。そんな牢獄の慶之助を助けたのが勝海舟だ。身元引き受け人となり、慶之助に慶應義塾へ入学するよう勧めたんだ。本当に慶之助は恵まれているわね。まあ勝海舟も、慶之助が父から受け継いだ頭脳を見込んでいたのかもしれないな。そして明治維新を迎えるわけなんだが、慶之助は名前を佐久間磯に変えた。また名前を変えて何をしたの？司法省に行って佐久間昭山の息子だとアピールして就職先をゲットしたんだぜ。でもここでも問題児っぷりを発揮して、警察と喧嘩して懲戒免職となる。どうしようもないやつね。それでもめげない慶之助は今の愛媛県にあたる松山県で裁判所判事にまでなる。ところが31歳で食中毒であっさり亡くなってしまうんだぜ。やばいやつだったけど、その図太さは見習いたいわね。他にも新選組に入ろうとしたけど、やばすぎて粛清された奴がいる。それが仏性寺康介で、もともとは越中の国の百姓の息子として生まれた。何か特別なことがあったのかしら？この人も暴れん坊で周囲が手を焼いていたから、口べらしも兼ね程度の連兵官に送るという提案があった。連兵官は幕末の三大道場の一つで、斎藤や九郎が神道無念流を教えていた場所だ。康介は江戸に行けるってことで喜んでいったみたいだがな。家族的には邪魔者がいなくなってほっとしたのね。そして康介は風呂滝として召使われることになった。その生活の中で16歳になった康介は、隠居先生と言われた岡田利貞に才能を見出される。いざ剣術を習い始めると先輩たちをあっさり倒していった。それでなんと、たった2年で神道無念流の免許開伝を取得したんだぜ。それは驚きだわ。彼はどれほどの実力を持っていたの？他遊試合で無敗だったらしく、斎藤塾の円巻神と恐れられてた。特に得意技の左上段からの面打ちは、相手に予告していても失中させることができたと言われている。おまけに年格闘も強くて得意の上段前蹴りも、予告して必ず当てることができたんだぜ。康介って、本当にすごい剣士だったんだね。ところが康介は性格的に問題があったみたいだな。斎藤家の息子にはわざと負けて取り入ったり、あと酒が大好きで常に飲んだくれていたんだ。それでも剣術の腕は凄まじくて、強豪の道場破りを次々と撃退したりして評判が上がっていったんだぜ。あの高杉晋作や桂小五郎すら太刀打ちできなかったというから、その実力は本物だ。まあ強かったから、多少のことは目をつむってもらえていたのね。そんな中、康介に京都行きの話が持ち上がった。長州藩から連兵官に援軍要請があり、特に強い門弟が選抜され、康介もその中にいたんだ。当時は、京都で長州と薩摩会津が攘夷運動の主導権を争っていた時期。こうして長州藩が組織した有志組に康介も参加することになったんだぜ。まさに幕末の動乱の中、康介の実力が活かせる場ができたのね。ところがここでも康介のろくでなしの面が現れる。軍資金の調達と称して京都の呉服屋で300両を強引に借りるおしがりを実行。そんでもって、それを全部遊興費に使ってしまったんだ。こんな風に酒を飲み、酔っ払ってはトラブルを起こす迷惑極まりない存在だったらしい。なんか新選組の芹沢かもを思い出させる行動ね。まさにその通りで、当時の三風呂牛組の局長、芹沢かもらと一統合してしまった。それで三風呂牛組に鞍替えしようとしたんだぜ。でも長州藩と三風呂牛組って敵対関係よね？まずいんじゃないかしら？その通りで、長州藩は康介の粛清を決める。有志組と長州藩白は康介を囲んで飲んだ後、酔いつぶれた康介を五条河原で切ったとされるぜ。なんか最後まで芹沢と似ているわね。さて、霊夢、今回は新選組の問題児について解説したがどうだった？みんな腕前はすごいにもかかわらず、性格に難ありで人に迷惑をかける存在だったわ。憎まれっ子世にはばかるとはよく言うけれど、この時代ではそういうのは粛清の対象にもなってしまうわよね。そうだな。この時代では能力の他に、信念や人格も時代を生き抜くために必要だったのかもな。でも、やっぱり個性って大事ってことよね。ラインカーアートは誰にも迷惑をかけないから認められてもいいのではないかしら。いやいや、掃除がめちゃめちゃ大変だし大迷惑だろ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴、ありがとうございました。